皆さんこんにちは。民主党の広報委員長を務めています参議院議員の林久美子です。3月20日金曜日、本日も5ミニッツ民主をお伝えしてまいります。まずは NHK の茂木会長の問題からです。公共放送のトップとしての資質に疑問の声が上がっている NHK の茂木会長が、私的なゴルフにハイヤーを使い、その代金が NHK に請求されていた問題について、民主党の部門会議において議員らが茂木会長を正しました。この問題は今年1月、NHK の茂木会長が私的なゴルフに出かけた際にハイヤーを使い、その代金を NHK に回していたというものです。今月18日、民主党の総務内閣部門会議では、茂木会長らから2015年度の NHK 予算案や事業計画について報告を受けるとともに、ハイヤー代請求についてもヒアリングを行いました。この中で今月6日の金曜日に NHK の監査委員からの指摘を受け、土日を経て9日の月曜日に茂木会長がハイヤー代を支払ったことが明らかになりました。安住淳国会対策委員長代理は、この茂木会長の問題について、公共放送の会長としての資質ということでは基本的な部分で失格だろう、受信料は事実上税金と同じくらい公益性の高いものだという認識を持たなければならないと述べ、視聴者の視点に立って自らの進退を考えるべきだとの認識を示しました。この問題について NHK の監査委員会が調査をしていましたが、昨日その報告書が提出され、監査委員会は一連の対応はずさんであり、早急に改善すべきだと指摘しています。監査委員会の報告書によりますと、監査委員会の意見として、秘書室が支払い処理を積極的に申し出ない限り清算が行われなかった恐れがあるが、監査委員が事実関係の確認のための聴取を行った時点でも、まだ自主的な支払い手続きを開始していなかったことなど、本件に対する対応はずさんであったとのそしりを免れず、早急に改善すべきとしています。長妻代表代行は、共生社会創造本部の取り組みの一環として、障害者の自立支援などを行っている NPO 法人をこのほど視察しました。長妻明代表代行は今月18日、山口県を訪れ、障害者の自立支援や介護、療育支援を行っている NPO 法人一粒の麦や、同じく NPO 法人山口ウッドムーンネットワークを視察しました。長妻代行は、スタッフの皆さんから高齢化する利用者の将来的な孤立、国が一律に基準を定めるため県に裁量権がないことへの問題意識などについてお話を伺うと、熱心に耳を傾け、政府に対し現場の声を踏まえた対策を求めていく考えを示しました。では次です。岡田代表は来日中のパン・ギムン国連事務総長と会談し、安保理改革などについて意見を交わしました。今月16日、岡田克也代表は来日中のパン・ギムン国連事務総長と党本部で会談しました。この中で岡田代表は、民主党が国連を重視する立場にあることを説明した上で、今年は国連創設から70年の記念すべき年、安保理改革への協力をお願いしたいと述べると、パン事務総長は安保理改革の重要性について同様の認識を示しました。では変わりまして、1週間の出来事を駆け足で振り返ります、民主ウィークリーのコーナーです。ご覧ください。
さて、昨年の10月10日からスタートしたこの5ミニッツ民主、今日の放送は記念すべき50回目となりました。岡田代表からメッセージが届いていますのでご覧ください。皆さんこんにちは、代表の岡田克也です。5ミニッツ民主ご覧いただいてありがとうございます。毎週火曜日と金曜日楽しみだ言っていただく方も多い5ミニッツ民主です。5分間で今の民主党が分かるということでご好評いただいて、今回で50回目です。ぜひ皆さんからも周りの方に5ミニッツ民主広げていただきたい、心からお願い申し上げます。ありがとうございました。さて、それでは最後に週末の幹事長の主な日程です。ご覧のようになっています。それでは本日の5ミニッツ民主はこの辺で、次回は来週火曜日24日にお目にかかります。皆様素敵な週末をお過ごしください。